半米川先生です。焼きそば食ってました。3束ね、食べてましたけども、自家栽培のもやしでね、食べてましたけども、どうかな、間に合うかなという感じでギリギリですね。わかんないね。1日の投資の分析で投資する方法と、1ヶ月間での分析で投資する方法と2つでちょっとデモトレードしておりますけれども、1日での分析の方がシグナルが多くてですね、ちょっといいのかなというようなことで、1日1勝ぐらいですかね、30回ぐらい投資して1回勝ち越すぐらいみたいですね。だけども、30万投資してれば、10万ずつ投資してれば1万円でしょ、2と。それなら食っていけるよ。ね。30回ぐらい投資して1日1個ぐらいの、ね、勝ち越し。ね。1000円ずつ投資して1000円ぐらいの勝ち越しって言ったら、私食っていける。ね。30万ぐらい月入りますでしょ。で、これなんですね。これはね、1ヶ月間の分析の投資、また出荷してやり直しました。昨日また負けましたね。ちょっと設定値を変えまして、厳密にしてみました。これ以上の厳密方法ないんだと思うんで、これもね。で、これ1日ですね。1日の分析で。今これ投資してるんですよ。だから、もうすぐ勝つかな。ね。これいい感じでしょ。これでね、だけど、こんな感じで、僕はコンピューターの分析だから、これで1日30回くらい投資って一生でもね、自家用ジェット機買えちゃうね。そういうことですよ。また自家用ジェット機買えるかという感じですね。また自家用ジェット機が買えそうな感じがする。また自家用ジェット機が買えそうな気がするよ。みんな。一銭もなしか。ね。自家用ジェット機が買えるかもしんない。そのどっちかも僕の仕事はそれ。きついきつい。私の年金月3万円だから。もうきついきつい。3万円ですよ、たった。きつい。大家の収入もね、3人しか人入んなくなって、ね、収入なくなっちゃったの。次の契約からね、なくなります。家賃収入。家賃収入があるから年金少なくていいと思ったけど、ね、少なくても大丈夫だと思ったけど、家賃収入がなくなっちゃったの。次の契約から。攻撃、人間たちの攻撃でね、みんな、どけられちゃった ということなんですよ。それで厳しいんで稼げないと大変だ。年金3万円ですよ、月。たった。生きていけないよ、これじゃ。ね。ということで、ただ、だってあれなんだよ、僕。自家用、自分のテニスコート場持ってんですよ。テニスコート場とか、こっちの山小屋もとかね、霞ヶ浦にも自分の土地持ってて、ね、こう、家を建てる予定なんだから、まあ、家庭菜園用に使うかね、言ってますけども、そんなのだと、ね、土地持ってるでしょ、貸してる、ダメになっちゃうというところでね、の、3人しかもう入ってない。ということで、固定資産税もかかるんですよ。ね、で、65から松下厚生年金基金が少しあるんだけど、脅かされて、脅迫で辞めさせられて、辞表を書かされたの。本当自分で辞めてないんだけど、退職金がね、だから少ないわけ。1年ちょっとしか勤めてなかったからね。ただ、松下電器の創業者の一人よ。そんなことで、65からまた5000か6000プラスになりますけどね。
3万円ね、3万円から6000円プラスになるけどね。ただ来年からまだもらってないですけどね、もらわないといけなくなっちゃうんですよ、稼げないと。今月でも完璧になんか稼げる方法をね、うまく流さないといけない。ということで、どうだったかな？勝ったよ。勝った。ほら、勝った。で、今日1日でデモの試験なんだけど、7200円ですね。もう何回も通してんの。それで、これね。これがインジケーター。今、勝ったのはこれ。GBP、JPY。ね。これ良かったね。これ、勝率は全勝なんだけど、85.7%。意味わかんないでしょう。ね。これね。1個投資、2個投資、ね。3個投資って上がっていくほど、パーセンテージが上がるんですよ。最初の、2個だけだと、シグナルが出てないと、1日2個出ないと、確率少ないから。反映性ないでしょ？そういうのを計算してあるの。これですね。1日で2280円稼げたらいける。22,800円ですよ。1万円ずつ投資して。これは億万長者だよ。ねえ。これうまくいくかな？明日ないんだ、休みなんだな。まだ試験します。まだ試験します。これで稼げれば、楽だよ、もう、楽。ね、頑張って投資してる人いるんだけど、ね、1億ぐらい稼いでね、高級なね、会社買っちゃって、5000万円ぐらいの買ったりしてるけど、ダメだよ。まず税金は5000万ぐらい半分取られるでしょ？半分以上取られるから、全部使っちゃって、これどうすんの？